指揮官、明けましておめでとうございます。一年の務めを果たして迎える魂が安らぐ平和な時間を享受してください。あなたと皆に天のご加護があらんこと。新しい朝日を迎えましたね。今日もよろしくお願いします。信じなさい、償いなさい、そして祈りなさい、探しなさい。光さす道を、幸福を手にする新しい一日を。おみくじが示すものは運命かもしれません。それでも定めにすら打ち勝つのが人の子の強さでしょう。しー、あまり声を出さないで。この子はジャンバールに懐きそうですわ。ベアルン、もう時間ですか？この後みんなとお社を見学しに行く約束をしています。指揮官もいかがですか？隣ですか？よいしょ、いい子いい子。はい、どうぞ。年始めの挨拶ですか？獣王の年賀状はこんな感じですね。面白そうです。落ち着いて振り返りをしましょう。私はここで待っています。委託組が無事帰還したようです。開運とはこういうことでしょう。自由と栄光のために全艦戦闘配置。オザルム、マルション。戦場に漂う魂に永遠の安寧と救いがあらんこと。エーメン。これも天からの試練ですか？天の裁きを受けよ。希望はまだ。新しい朝日を迎えましたね。今日もよろしくお願いします。熱き信仰とたゆまぬ努力、それさえあればいかなる困難をも乗り越えられると信じましょう。あの丸っこい子たち、確かオフにあってアルジェリーが言っていました。おみくじが示すものは運命かもしれません。それでも定めにすら打ち勝つのが人の子の強さでしょう。しー、あまり声を出さないで。この子はジャンバールに懐きそうですわ。ベアルン、もう時間ですか？この後みんなとお社を見学しに行く約束をしています。指揮官もいかがですか？隣ですか？よいしょ、いい子いい子。はい、どうぞ。
年始めの挨拶ですか？あなたにも天の祝福があらんこと。任務も試練の一種と言えましょう。正しい心構えで挑めば心配ありません。働く者への天からの恵みがこの報酬です。ありがたく受け入れましょう。獣王の年賀状はこんな感じですね。面白そうです。落ち着いて振り返りをしましょう。私はここで待っています。委託組が無事帰還したようです。開運とはこういうことでしょう。